けましておめでとうございます。正月太りには気をつけますね。ねえ、僕と羽根つきしよう。負けたら顔に落書きするから真っ黒になる覚悟しててよね。明けましておめでとうございます。今年もトレーナーくんと一緒に生かした1年にしたいわ。明けましておめでとう。今年もよろしく頼む。それでトレーナーは餅を何個食べる？ガショー下旬天下千年、ナスと鷹と富士山持ってテメェの初夢に突撃してやるぜ。ブルンブルン、おっす。明けおめ、今年もアクセル全開、みんな振り切ってやろうぜ。明けましておめでとう。今年も一番を目指すんだから、お正月も休んでる暇はないわよ。トレーナーさん、ハッピーニューイヤー。今年もよろしくお願いします。初ハグもどうぞ。年明けましておめでとうございます。カルタでもしませんか？団員持ちの力お見せしましょう。ペケーテイオーさんの明けましておめでとうございます。今年はより一層身を引き締めて精進してまいりましょう。お、正解。サグラスに誘われてさっき書き初めをしたんですが、日本の筆の扱いは難しいです。ある時気づいたの。明けましておめでとう。僕という幸福の象徴を目にしたのだから、今年の服は約束されたも同然だね。年が明けたとはいえやることは変わらん。戦いに備える、それだけだ。生徒会には明けましておめでとう。今年も強心力力一丸となって努力していこう。イベントが準備中。明けましておめでとう。正月とはいえ自堕落に過ごさず、規則正しい生活を心がけろよ。明けましておめでとう。今年もよろしくです。ところで、おから始まるあれ、いついただきます？明けましておめでとう。早速だが、今後についてすり合わせしようか。新年も気を引き締めていこう。元と明けましておめでとうございます。新年の抱負はバージョンアップ、昨年の私とは違う私を提供します。明けましておめでとうございます。初詣がてら石段ダッシュで初運動といきませんか？ルゼンさん、いつも絵描けましておめでとうございます。お兄さま、ライスと今年もよろしくしてくれる？明けましておめでとう。今年も健康を心がけ、立派にモルモットを務めてくれたまえよ。負けた。みんなからの年賀状が届いてさ、姉ちゃんたちも元気そうで、お正月から元気もらっちゃった。ドイツではお正月はあまり大きく扱われません。日本のさまざまな伝統ある儀礼、興味深いですね。おめでとうございます。今年もカレンをいっぱい可愛がってね。おー、今年の抱負はバクシンです。去年のお正月から決めてました。明けましておめでとうございます。今年は昨年よりももっと甘やかせるように頑張りますね。両手に明けましておめでとう。ファルコ、いつかお正月番組に出られたら隠し芸とかしてみたい。ドスペちゃんとにトレーナーも羽根つきやろ。お顔真っ黒になると楽しいよ。バッチョイドンドンフッときったでー。
年はニコニコでピッカピカの日本晴れと行きましょう。宣言してたから明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こういうのはちゃんと言わんとね。あら、明けましておめでとう。新年から感心ね。その調子でこの1年も励み続けなさい。